はい、皆さんこんにちは。 Hello everyone、今弾いた曲はクラシックギターの名曲ですね。ラグリマという、曲です。タレガ作曲のラグリマという曲です。 Now I play this song is named ラグリマ composed by タレガ。 This is very famousギター、クラシカルギターレパトリー。さて、今日はですね、今回はですね、C コードの C コードについて、前回やったドミソの和音の押さえ方ですけれど、ちょっと拡大してみましょうか。ですね。この C コードの押さえ方の2つのフォームがあるということをお教えしましょう。Well, now, at this time,、I'm going to explain、the form of C chord. And there are two forms of C chord. で、2つの押さえ方なんですけれど、これはですね、この押さえ方の総称についてですね、ブラジルのカルベバーロという素晴らしいギターの先生がいらっしゃいます。でその先生がですね、これに関することで非常に分かりやすく説明している言い方がありますので、それを説明しましょう。 Now I'm going to explain reference from famous guitarist Carlo Barro South American guitarist, as famous guitarist in South America. 多分アルゼンチン、カルベラルは、アルゼンチンかペルーかちょっと忘れましたけど、中南米の人なんですけど、その方がですね、ギターのこのフォームについてですね、こういう言い方をするんですね。一つのフレットの中に2つ以上の指が入るフォームと、一つのフレットに各フレットに1つずつの指が入るフォーム、この2つに分けて説明してるんですね。でこちらのフレットに対してですね、縦に入っていく、これこのフォームをですね、縦型配置と言われる、カルベラの先生は言っておられます。それから、このフレットに対してですね、平行に、2つ以上の指が入る押さえ方ですね。これを横型配置というふうに名付けてます。だからそれの、いろんなバリエーションを言っておられるんですけれど。Now, Carlo Barro said there are two forms. One is, vertical to the fret style form, and there are horizontal form. He said two type of forms. 2種類の押さえ方ですね。でこれで私はですね、この言い方をですね、一応そのフレットの中に2つ以上入りますので、密集配置と、和声の時に使うような言い方を
にした方がいいんじゃないかと思いまして、密集配置と乖離配置というふうに名付けました。密集配置と乖離配置ですね。 And I classified this form. One is closed style and open style. There are closed style and open style. 例えばこういう、これ全部入ってます、この指が。で、一つのフレットに一個ずつ。で、C コードのことに言いますと、まずこれが、密集スタイルですね。This is a closed style. で、これが乖離スタイル。This is an open style. で、どういうことかというと、まあ、親指の位置で決まるんですけれど、これが closed style ですね。で、これが open style。で、どういうことかと言いますと、例えばですね、C コードを押さえてて、小指が4フレットを押さえないといけないときですね。あるいはそれ以上のときには、オープンスタイルにしておかないとこの小指が届きません。で、この逆にですね、このその内側に入る小指がですね、例えばこれ C7 というコードなんですけど、この場合は密集配置にクローズ配置にしておかないとこういうふうに入らないんですね。これがオープンで、これがクローズです。 When someone have to put fourth fret, so then have to be open style. And someone have to press, for example, C7 chord is a closed style. まあこういうことですね。この2つのフォームがあるということ、これは初心者にとってはなかなか分かりづらいでしょうけど、これが密集で、これが乖離ですね。で、まあ両方で試みてください。Please try two homes。まあ今日は、クラシックギターの C コードを、まあ、例にとってですね、2つのホームがあるということ。これは非常にこれからのそのテクニックの展開性において、非常に大事なテクニックです。ですから、これをまあ理解しておいてください。Well, this is a very important item, point for beginners who learning classical guitar. There are two homes. So, try two homes. Try to make these two homes. Okay? まあ今日はちょっと今回はこういうことを説明してみました。Now finish. See you next time. Bye everyone.